はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。行方不明の実況プレイを続けていきたいと思います。こちら後半で最終回ということになっておりますね。かなえちゃん家のお父さんについて、家に入ってきたお父さん、こんばんは。何か必要なものとか何でも言って、あ、いいお父さんですね。なんか普通のお父さんって感じ。新聞記事に中学生男子の自殺が判明、シングルマザーの悲しみ。9月14日、愛知県名古屋市で発見された佐藤匠くんの死亡原因が自殺だということが、警察の調べにより明らかになったと。お母さんは悲しみに暮れている的な感じだよね。これなんかあるよ。これ取れんの？お菓子？取れた。お菓子だ。お菓子食べていいの？ここお父さんのおつまみじゃない？うわ、お父さん！鼻からビール飲んじゃダメですよ。あー、これもらえるのかな？もらっとこうか。こっち上？なんかさ、この家の作り、呪音に似てない？あの呪音の家。怖いよね。ジュオンチックだよ、これ。あ、なんかある。タニコさん。ツアー2005年。2005年なの。11月4日だって。鍵がかかってるみたい。ここにマスクみたい。あ、手袋か。いろいろある。この中入ってない鍵。机の中に鍵が。おお、また閉まった。私が閉めたのか、今。あ、そっか。机に鍵が。鍵を見つけないといけないんだね、じゃあ。鍵。金井さんの机の引き出しが開かないですが、鍵は持ってないですか？いやー、持ってないね。何か買ってたかないでも、まあ、金井が小さい頃はいつも家具の裏に物を隠してたな。でも、だいぶ昔のことだけど。家具の裏ですか？家具の裏を見ろってことだね。了解了解。あ、なんかある。これ？鍵だ。あ、これだね。これを持っていけばいい。なんかラジオからカラスの鳴き声が聞こえるけど。なんかのうめき声みたいに聞こえるけど、ラジオからだったね。なんだ一体。あれ、お父さんは、あれ、お父さんがビールになっちゃった。ちょ、お父さん、ビールもらっていいのかな。これお父さんがもう一本いっとくみたいな感じ。お父さんもこれ、あ、え、何、どうしたの。手のちき手よ青ひはろ、え、これお父さんも実は霊なんじゃない。いるようで、ビールも飲んでたようで実は飲めてないみたいな。何言ってんのこの人。ん、何を言ってるんだ。だよね、本当に怖い怖い。ジュオンチックだよ。早くこんな家出たいよ。やばいやばい、事件が起こりそうだ。事件の予感です。早く、あ、デスノートがある。今日もお父さんとお母さんが喧嘩していた。二人でも怒鳴り合ってすっごいうるさい。今日はお父さんがお母さんのご飯の味付けが薄いって言って怒ってた。そんなんで怒ることあんの？私は美味しかったけど、薄味の方が体にはいいですよ。今日も喧嘩。毎日喧嘩しててこっちが疲れる。今日はお母さんがネットでバッグを買ったことに対してお父さんが怒っていた。あー、無駄遣い結構かさばるとね、大変だからね。今日の喧嘩、お母さんが怒っていた。お父さんが飲み会ばっかりでお金がなくなるって。あー、お金がなくなっちゃうよね、飲み会も。そしたらお父さんがご飯が美味しくないみたいな。今日は私の誕生日でも、お父さんもお母さんも覚えちゃいない。おめでとうの一言もなかった。それどころかまた今日も喧嘩してた。嫌になる。しかも私の成績について喧嘩してた。私は中の上くらいでそんなに成績悪くないはずなのにな。悲しくて呆れる。ん、何のことだろう。今日も喧嘩。喧嘩ばかりして飽きないのかと思う。家に居場所がない。いつも二人で怒鳴り合ってて本当に嫌になる。二人の怒った声なんか聞きたくない。早く終わると思う毎日。ああ、毎日のようにね。お母さんとお父さん喧嘩してたんだね。今日の喧嘩は一段とすごかった。近所で恥ずかしい。私の名前言った？私が生まれなかったら喧嘩してないって。父さんとお母さん出来婚だったのか。本当は結婚する気なかった。私さえなかったら二人はこの先は滲んで読めな涙でね。もう私なんか生まれなきゃよかった。でもいい加減にしてくれという感じなのかな。これで鍵を家具の裏に隠したいところだけど、今回枕の中に隠した。絶対に忘れないようにしないと。あっちは犬に任せたらいいって水木が言ってたけど、あんな大事なものを犬に任せて大丈夫かな。どういうこと？犬？みずきちゃん家に犬がいるの？犬が、え？あきこちゃん家にドッグフードがあるんだよね、持った子が。ん？これ鍵だね。枕の中に鍵がある。何の鍵？箱の鍵とビール、そして赤い風車、駄菓子を手に入れましたよ。これ何に使うんだろう？どこ行ったらいいんだろう？お父さんがさ、あとなんか襲ってきそうで怖いんだけど。豹変しそうですよ、あのお父さん。なんか何かの呪文を唱え始めている。
その壁の向こうに実は殺されたお母さんが埋められている、そんな感じじゃない？出てこれたけど大丈夫だったのかな。早く行こう早く行こう。おお、おお、あったお前か、船橋、お前が犯人なんだろ。分かってるんだぞ船橋お前びっくりしたじゃないか。あれがお前の手先のお父さんか。これで物置に鎌みたいになってね、確かこの鎌ほら使うんじゃない、やっぱりおじいさんに渡すんだって。これ鎌、これあった方がさ、あと船橋が急に豹変して犯人だった時も迎撃できんじゃない。これでこれがあればね、そう簡単にはもう襲ってこれないから。この女の子に何かあげられんのかな。お菓子は、君の持ってるのお金、お菓子と交換してくれる。あ、駄菓子ね。あ、駄菓子だ。おばあちゃんがいない、どこ行っちゃったのかな。あのね、おばあちゃんはいないよ。いないの、どういうこと。私が生まれた時からずっと。お、誰笑っ、誰か笑った。おばあちゃんは生まれた時からもういなかったと。あ、じゃああのおばあちゃんの方がむしろ霊体だったということじゃないですか。この子は本物なんだきっと。この子はいたんだきっと。おばあちゃんの霊になんとなく守られながらここで暮らしてた的な感じ。おばあちゃんの霊に育てられてたの君。おばあちゃんドッグフードなんとか、飴でね、幽霊がほら赤ちゃんを育てたみたいなのがあるから、昔話で。うん、不可能じゃない。カップラーメンで現代なら幽霊があの子供育ててたみたいな、そんな感じかも。うん、船橋やばいぞこの家。ちょっとお前なんか子供百当番みたいなとこ行ってこい。ちょっとこの子たち保護した方がいいぞ。いや、このまま行くと栄養失調みたいなのになっちゃうから。いや、あ、誰あれ、ちょっとお腹がいい感じの人が、あ、にこやか。この人もちょっと怪しい。お前共犯かなんかだろ。新犯人が現れた。このお腹がいい感じだけれども、なんかとても疲れているんだ。何もしたくない、動きたくない。実は酒を買うのを忘れたんだ。あ、お酒飲みすぎ。そのお腹は自販機に置いてない。お前骨のありそうなの。俺に酒を持ってきてくれ。何ですかまたですか。夜勤事件の時からよくそういう横柄な人いっぱいいますね。でもお酒あるよ。これでいい。あなたひな、これを受け取ってください。ただの風車とは少し違うだけど。おお、なんだその歩き方は。なんだ走り方。お、ちょっと待て、やはりお前が犯人だったんだろう。なんだその怪しい走り方。たったかたったったったたっ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 てみたいな感じだったね。軽やかにいい感じの機敏なブーデーだったね。セーブがしたい。セーブできたよ。これでいいの。ここは何だったんだ。風車またもらったな。うん、あと何だろう。パスワードがないね。この鎌で、鎌をさ、あのおじいさんに渡したらいいんじゃない。あ、これで100円もらえて100円でなんかする的な。もしか草買ったところになんかアイテムが落ちてる的な、そんな感じ。ありがとう、これでご飯が食べれる。そうだ、俺お金はないので地面で見つけたおもちゃですが、あんたの手助けになることを祈っております。ご武運を。ありがとうおじいさん。何か緑の風車風車が3つも揃ったぞ。これキーアイテムだな、なんかのキーアイテム。そしてドッグフードと箱の鍵。何ですか一体。どうしたらいいんですか。ドッグフードと箱の鍵、風車はなんかだね。てっきりあの女の子に渡すのかと思ったけど、あの女の子はドッグフードとあれを交換してくれた。水木の家のパソコンを開けないといけないね。でもパソコンのパスワード、待ってよ、水木の家に犬がいるっつってなかった。犬に任しときゃいい的な話だったね。じゃあ犬がいるか探してみようか。この裏に、あ、犬小屋あった。犬いないね。お、死んでる。おい、大丈夫か、ワンちゃん。死んではいないみたい。ちゃんと息はしてる。かなり老いた犬ね。あー、年寄り犬で休んでる。まあ夜だもんね。ドッグフード食べた。あ、動いた。
あ、かわいい。尻尾かわいい。この犬、なんかちっちゃい子とか乗って歩けそうだよね。乗っそ乗っそ。どこ行くの？これあれ？あれだね。なんだっけ、なんかのゲームの時みたいに犬鳴きトンネル。犬鳴きトンネルの時みたいにさ、なんか掘り当ててくれるんじゃない？ほら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 。あ、なんかあった。これ何？おお。なんですか今の。ちょっと待って、何今の。怪しいぞ。あの犬も何か事件に関係あるぞ。あれで明らかに。なんだ今のは。なんか人面犬というか霊が犬と憑依してた的な感じだったよね。ドッグフードありがとう。あ、パスワードだ。これでパスワード開けられんだ、きっと。そうだね。あ、犬に任せとけばいいな。この犬小屋も住んでなさそうだよ、本当は。なんか今まで会ってきた人たち、本当にみんな住んでないんじゃない？実は全部霊の話だったみたいなさ。この探偵さんと船橋が実は2人で高田うろちょろしてただけだった的なオチなんじゃないこれ。これでパスワード開ければいい？船橋、白状するなら今のうちだぞ。少しでも罪を軽くしたいと思うなら今のうちに白状して、女の子たちを早く解放するんだ。このパソコンを見た途端にお前の秘密が分かってしまうから、後ろに気をつけてないといけない。ここで犯人がね、普通は襲ってくるよね。パソコンが使える。どうぞ、チャットを見る。みずき、あれ持ってきてよね。分かってる。ん？あの公園ね。遅れないでよね。え？公園に行ったの。メールにはこう書いてある。みずき、彼氏と別れたって聞いたけど大丈夫？それもよくわかんない理由で、一方的に振られたって聞いたけど。なんで振られたん？え？ん？みずきって彼氏大好きで、彼氏命みたいなとこあったじゃん？ちょっと心配なんだけど、いつでも話聞くからね。これ、彼氏と幸せそうな写真。牛丹さん。ん？彼氏に振られたんだって。彼氏とは仲良かったのに振られ、お母さんが、よくわかんないけど、その彼氏の方になりすまして、あんたなんか嫌いよ的な手紙を出してたってことかな。公園に行けるね。公園行こうか。捜査を開始する。公園に行くって言ってたぞ。公園にいるのか、もしかして。公園に到着。船橋、公園のどこにいるんだ。急ぎましょう。どこへ急ぐの。船橋、お前知ってんだろ。分かってんだよ。お前が監禁してるんだろ。実は私が犯人、ついにバレちまったっすね、みたいな感じで急にすげえ鬼のような形相になって襲ってくるんだろう。分かってるんだよ。そういうゲームはね、もう見飽きてるぐらい。何？暗くなったよ。お、誰か泣いてる。お、いた。女の子いたよ、一人。ちょっと待ちなさい。君、なんで泣いてるの？泣かなくていいから。船橋ってやつに何か襲われてたんだろう。逃げてきたのか。これ以上いけないんだけど。あれ、ちょっとつか、船橋どこ行った？船橋、あれ捕まえてこい。ちょっと船橋、あの子捕まえてこい。泣いてるぞ。あれ、早く保護した方がいいぞ。どうすんだろう、これ。いけないな。船橋、パトカーでお前なんかあれ食う、カップ麺食ってる場合じゃないぞ。あきこちゃんちでカップ麺一個こっそりくすねてきて食べてるとか、そんな感じだろ。分かってんだよ。ずずず、今ちょっと忙しいんで、みたいな。あの子んとこ行けないね。あれはどうしようもないのかな。じゃあこっち行ってみる。あ、来た。あ、パトカーに入りたくはない。あ、一定の距離を保って、ずっと追っかけてくる的な。あ、そうだね、きっと。うわぁ、怖え。あの子怖え。なんか分かってきた。幽霊だな、あれ、きっと。あら、霊だ。違うぞ。なんかいる。スタッフ募集中。何のバイト？あ、サンキュームービーさん。これ、前回の音量だといなかった気がしたけどね。今回また参加されたんだね。サンキュームービーさんもポスターということですね。あの子はじっとしてる。一人いたけど。でもなんかおかしい。なんか怪しい。こっちにやっぱり近づかせてくれない。近くで見れない。あ、公園だ。いいね、いい感じ。すごいね、グラフィックとかいい感じですよ。だいぶ変わったよね、本当に。あの子
ついてこないで、もういっそ用がないならついてこないで。なんかいるよ、2人目発見、公園に2人目発見。船橋、あの子ちょっと連れてきて。船橋、あの子なんかあのお城の上で、なんかお城の上ではここは私の城用的にやってるけど、やばいんじゃないのかあれ。なんかこの子も変だ、この子も変、登れない。こっちを見てるような気がする、あの子もこっちを見てるような気がする。不気味すぎるだろう。いやー、ついてくる。どこまでついてくるのあれ。あ、これはあれだね、サムネイルの公園のブランコだね。あとこっち行っていいのかな、何もないのね。だってもう滑り台いい感じ、こうぐるぐる回るやつ、滑り台にも登れない。3人目がいないね。3人目どこにいるんだ、こっち。いやー、あの子まだついてくる。ちょっと目、後ろにいる、いる、いる。え、どこ、やばい、いないで。3人目がいない。泣き声ばっかり、泣いてないで、なんとかしてください。とか船橋どこ行った、船橋、船橋ちょっとお前もこれ、この子たち見えてんのか。船橋あれだな、証拠隠滅に行ったな、やばい。船橋と対決、池だよ、池にも桟橋みたいのあるけど、こっち行けばいいのかな。桟橋、あ、これなんかサムネイルであった。この先バイク自転車の乗り入れを禁止します。こっちだね、行ってみよう。いきなり来る、なんか、いや長いなこの桟橋ずいぶん長いな、これ遊歩道みたいな感じでずっと続いてんの。うわ、月がすごい綺麗、でかいなこの月こういう感じでぐるっと一周回ってる的なとこあるよね、こうやって、うん、遊歩道みたいな感じで。どこへ繋がってるんだろうね。あ、あれはなんかいる、あ、人だ、3人目だ、3人目いるよ、いたよ3人。うわ、早いよ、おー、やられる、危ねえ、うわやられると思った、走ってっちゃったぞあっちに。2人あっちに逃げてったからね、急いで逃げてった感じ。あっちに戻った方がいいのかな、そしたら3人いるってこと、戻ったらどうなんだろう。戻っ、いないよね、戻ったらいい感じ、全然いないね。あー、これどこまで続いてんだ、月がこっちにもある、どうなってんだ俺月があっちにあったような気がしたんだが、ぐるぐる回ってるのか、ここで終わってない、ここで、あ、途切れちゃった。え、この先どうすんの。あ、靴がある、あ、靴がある、ここから飛び降りちゃった的な感じじゃないこれ。あ、ロープがある、おお、バンザーイって3人がなんか立った、うわー、死んだ、やられた、やっぱり船橋が犯人だったんだ、きっと船橋にやられた。私はあの後気を失って池に落ちてしまったそうだ。そこへ船橋さんがすぐに駆けつけてくれて、死なずにはさ、あ、船橋が助けてくれた船橋結局犯人じゃなかったのねこれ私は匠を救えなかった、そして今日また3人を救えなかった、1人も。私は何のために探偵をやっているのだろう。私はそれから1週間は何もする気になれなくて塞ぎ込んでいた。どうして自殺なんて、自殺の理由が分かっているから、原因となった人を恨みそうにもなったけど、恨んでいる自分が嫌になって少し冷静になった。匠が亡くなった時、自殺だと分かった時、私は目をそらそうとした。とっても身近で大事な人が自殺、自殺というものが近くに存在するものだとは思ってもいなかった。どこか一言でいた、その時まではその大きさに不覚にも息子の死をもって知ることになるなんて。だから今回は絶対に助けたいと思っていた。同じことを繰り返さないように、でもどうにもできなかった。匠の死がつい最近のことのようなのに、匠が私を探偵にして、匠が私を突き動かしてきた。匠の死を無駄にしないように、それだけだった。
私は新たに3人の命も背負うことになった。匠と3人の死は結局無駄だったのだろうか。そんなことは決してない。あってはならない。あの子たちの死を無駄にしないためにも、今一度私は人生をかけて立ち上がらなければならない。残された者にはそれしかないのだから、ということですね。これバッドエンドだね。バッドエンドの方に来てしまったようです。あの風車が多分グッドエンドとの分岐だろうね。あそこで何かしなきゃいけなかった的な感じですね。公園でいた3人はやっぱり幽霊で、自殺しちゃった後もうすぐ幽霊になってあそこにフラフラしてたみたいな。で、霊能力がある主人公にはそれが見えたということでいいんじゃないかな。犬も水木ちゃん家の犬に任せればいいよねってところから、犬は普通の犬だったんだよね。でも主人公には霊能力があるから、あの人の顔をしたような感じで見えたみたいな感じなのかな。でこれですね、これがね、全部ガチマンさん、サンキュームービーさん、ミネさん、ラビラビビラン、私ねとか塩炭さんとか、もうあれですよ、これ人数が全部最高額のスポンサーたちですね。亀尾出演できる金額払ってる人たちってことで、最初5人しかいなかったのに、もう今や10人ぐらい、10人以上いるよねって話で、いや素晴らしいですね。素晴らしいですよ。おめでとうございますって感じですね。いやでもね、それだけの力があるなと思うチラザートさんには、うん、なんかやっぱね、雰囲気でこうゾーッとさせるんですよね。それが上手だなみたいのがあるし、面白いところはすごい面白いし、あとは技術的にね、毎回すごいペースでゲーム出してるんだけれども、短編ゲームが多いんだけれども、毎回ね、どんどん技術力が上がってってるんですね。だからどこまで上まで行くのかみたいなのが楽しみでしょうがないですね、本当スポンサーとしては。まあ、だからこれだけねスポンサーの方が増えたんだろうなと思うんですけれどもね、まあ、スポンサーの方とかにね興味がある方は概要欄にリンクありますんでね、ぜひサポートの方とか考えてみてはいかがでしょうか。あのゲーム出演とかしたければね、仮面を出演で出演させてもらえたり、金額によって仮面を出演ねさせてもらえるんで、本当に普通の方でもね、ぜひね検討してみてください。あとは全エンディングの解説動画とかね、ストーリーの考察動画とか出しておりますので、よかったら概要欄のプレイリストのリンクからね行ってみてください。また何かね新しい次回作のニュースとかありましたら、その都度すぐにお知らせしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の陽気ホラーゲームライフをお祈りしております。ほいじゃまたね。